結城康二、結城康二、十月十七日から九百七十七年三月四日は、大正から昭和時代の政治家、実業家、貴族院多額納税者議員、参議院議員、結城一万蔵の次男、結城県の弟として、茨城県取出町に生まれる。1 9十一年東京帝国大学法科、大学法律学科を卒業し、三井物産に入り、 本店、上海、大阪各支店にて勤務する。1924年、清浦内閣の時、定心大臣秘書官に任せられた。実業界では早川電力、東京電力、大井川鉄道などの重役、自動車いもの、大井川電力各社長、三河水力電機、伊豆水力電機、高下電力、東京湾電機、須磨川水力電機各、 取締役などを歴任した。1939年茨城県多額納税者として、貴族院議員に御選され、同年9月29日から1947年5月2日の貴族院廃止まで在任する。戦後は1947年4月の第1回参議院議員通常選挙に、茨城地方区から出馬し当選。緑風会に所属し参議院議員を一期務めた。 政界では、鉄道省、運輸通信省、議会制度審議会各委員、参議院通商産業委員長を歴任したほか、第9回、国際連盟総会帝国施設団員として、ジュネーブに派遣された。この安蔵は、茨城県教育委員、取手市議を歴任、現取手市議の重は、弟の孫。ありがとうございます。